て。空き部屋というのは確かにそうなんだけど、そこは私が新聞部の部室として使っていたと、そういうわけなの。それはつまり勝手に。だからこうしましょう。この新聞部の部室はとりあえず君に提供するわ。けど部室がなくなったら私も困るから、引き続き部室としても使わせてね。要するに、立花さんは僕が不可抗力で君の下着姿を見てしまったことをネタにして僕を脅そうとしてるんだね。まあ簡単に言うとそうなるかな。ところどころお互いの見解の相違はあるけど。私もね、知らないかもしれないから言っておくけど、この学校ってさ、もともと女子校だったの。つい最近共学化されたんだけど、やっぱ今でも女子の方が圧倒的に多くて、全生徒の約9割が女の子なのよね。痴漢事件がみんなに知れ渡って、女の子から統治感を食らうと、きっと地獄を見ることになると思うんだけどな。協力するよ。分かってくれて嬉しいわ。じゃあ改めて捜査会議を始めましょう。返事がないぞ。はいはい。会社は山内健三、地理担当の教師でクラスは持ってないわ。あと水泳部の顧問をやってたみたい。どんな先生だったの？子役人の典型ね。上にはヘラヘラして下には横暴っていう。こう言っちゃなんだけど、死んでスッキリした生徒って結構いるんじゃないかしら。殺しちゃダメよね、やっぱり。あと、死神のことよね。
死神って何なの？この学園に伝わる話よ。死神に見入られた者のもとに、まず3と書かれた紙が届けられ、最後には0の紙を残してあの世に連れ去られる。まあお決まりの学校の階段ってやつよね。死神の話をもうちょっと詳しく聞きたいんだけど。詳しくって言われても私もそれ以上のことは知らないのよ。死神からまず3と書かれた紙が届けられ、次に2、1と数が減っていく。最後に0の紙が届いて魂を奪われる。さっきも言ったけど、ただの階段だし、実際あんなの見るなんて思わなかったからね。死神の話と山内先生の関連は？関連？そうね、山内先生なら死神に狙われることもあるかもしれないけど、まあそれはないわね。死神なんて迷信よ、迷信。花さんのことを聞きたいんだけど。私のこと？あ、いや、そうじゃなくて、まだ名前とクラブしか聞いてなかったろ。確かに、これからはパートナーなんだから、ちゃんと自己紹介しとかなきゃね。橘美和子、16歳。羊座の新潟、出身は京都だから、この寮に入ってるの。それからご存知の通り、新聞部の部長。趣味はクロスワードで、好きな言葉はいぶし銀。響きがいいのよね。あと好きな食べ物は浅漬け。まあこんなもんかな。スリーサイズ。100、200、3。信じる信じないは自由よ。っていうか、君は一度私の着替えを覗いてるから知ってるんだっけ。だからそれは誤解だって。それでは早速捜査開始よ。それでどこに行くの？そりゃ現場に決まってるじゃない。殺人事件の捜査といえば現場100回、これが基本だって読んだ小説に書いてあったわ。やっぱり現場に行った方がいいかもしれない。でしょ？そうと決まればさっさと事件を解決。そして
これじゃあそう簡単には近寄れないな。どうするの？やっぱりここは突撃するしかないでしょう。は？ダイイングメッセージですかね。そんなことはお前たちに関係ない。少しくらい教えてくださいよ。話すことは何もない。父さんの邪魔だ。早くここに行きなさい。教えてくれなかったね。校内で聞き込みした方がいいかもよ。ちょっとくらいは教えてくれてもいいもんじゃない？最低。次行くわよ。次。やれやれ。まだ時間はあるわね。情報が足りないからもう少し調査しないと。じゃあ今度はどこに行くの？それは助手が考えることだわ。え？なんで？私はめぐる君の意見が聞きたいの。ほらほら、つべこべ言わないで早く決める。わかったよ、わかったから。じゃあ、そんなに汚いの？汚い？そんなことないと思うけどな。いつも通りじゃない？聞き込みよ、聞き込み。誰に聞いてみる？